スーさんの45歳の誕生日。ありがとうございます。ということでですね、須田をうなぎにご招待しよう。やっこさんにこれから行きたいと思います。ありがとうございます。もうやっこさんのうなぎといえばですね、はい、あのジョン万次郎と、はい、勝海舟が、はい、ここでうなぎを食べたという記録が残ってるぐらい200年以上の歴史のあるうなぎ屋さん。すごいじゃないですか。すごいです。今日はうなぎに行きたいと思います。楽しみです。東京を訪れていたと。すごい、ジョン万次郎を連れ立って東京のうなぎを楽しんだという記録が残っています。勝海舟とジョン万次郎じゃないんですけどね、はい、私も先日、はい、友人の須藤元気を連れて、はい、こちらにうなぎを食べに参りました。あ、そうなんですね。すごいじゃないですか。あの人、はい、牛丼食べるみたいなスピードで、はい、一瞬で耐えられましたね。もうちょっとゆっくり味わって食べますけど、すごい早かった。スーさん、はい、改めましてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日はね、数日前だもんね。そうですね、はい、当日はどんな過ごし方をしたんですか？当日は、うん、本社に出勤のはずだったんです。うん、で本社ってちょっとプチ誕生日会みたいなもので恒例でこうやってくれる。あ、みんなのやるもんね。そうなんですよね、うん、まあそれかなと思ってたんですけど、ちょっと楽しみに待ってたと。ちょっとだけね。ただちょっと社員で病欠が出てしまって、うん、代わりに1日店舗におりました。いいじゃないですか。もちろんですよ。皆さんの幸せを願って。でもあれでしょ、仕事終わった後夜はなんかみんなでお食事とか行ったんですか？まあね、何人かでね、社員はお店に出てたんですけども、みんなちょっと忙しそうだったんで声もかけず、うん、かからず、かからず。帰りに大好きなつけ麺屋で 500g の麺を買って帰ってやりました。 500g ってすごいね。そうなんですよ、大盛りが食えるんです。あ、そう。一人で心の中でハッピーバースデー歌いながら。そうです。ちょっとほんと見せていただいちゃって。すごくないですかこれ。はい、この部屋で、はい、ちょっと見てみます。うわ、すごい。これだとね、特別な記念日とかね。いや、本当ですね。家族とかで来てもいいですね。あ、スーさん来ましたよ。来ました。ご会長よろしいでしょうか。どうぞ。来ます。いやー、綺麗。いやスーさん、すごい国産の天然うなぎですよ。見てくださいよこれ。いやー、すごい。いただきます。誕生日でございます。おめでとうございます。いいね、ふわふわだね。いただきます。溶けました。溶けました。ほんとふわふわで、このタレの染みたご飯がうまいんですよね。そうだね、最高だね。山椒が好きなんですよね。うん、あ、そんないっちゃうっていうぐらい私はちょっと結構いってますね。ほら、いや。
いですね。おっぺがブラジルまで落ちます。だいぶ飛びました。うん、はい、この値段で来るとかってまずありえないらしいですよね。なんでかって、はい、ここの会長がそう言ってた。でね、はい、うなぎもさることながらね、実はここ奈良漬けがうまいんですよ。あ、そうなんですね。奈良漬けがめちゃくちゃうまい。うまうま。誰か間違えて俺に4630万円ぐらい振り込んでこないかな。そしたらね、これ3つぐらい食えるよね。そうですね。ちょっと地域に還元しますよね。それニュースになったら面白いね。そうですね。浅草の出かけに間違えて助成金4630万円振り込んだら、はい、うなぎだけ食べてしまった。うなぎって、うん、なんかちょっと手が出せないところがあると思うんですよ。まあ高級なイメージあるよね。ね、そうですよね。うん、ただ2600円で食べれるんだったら、ちょっとの贅沢で、うん、食べれるものですよ、ね。うん。しかもこの雰囲気でこの美味しいうなぎを食べられるんですから、これ皆さん食べた方がいいですよ。全部そうだよね。本当ですよ。とにかく、うん、めちゃくちゃ僕は爆笑させたい、うん、たくさんの人、うん、これ僕やっぱり一番のそれ人間になりたいんですよ。一番笑わせるアーティスト。だからそんな体型してる。あ、それも一つですね。覚えていただくためには。最初、いやちょっとどうなっちゃうのとか、うん、怖いなっていう人本当に多いんですよ、うん、でも本当書いた後はみんな笑って、いや楽しかったって言って帰ってくれるんですよ。あ、これは僕本当にこの絵に信念を持ってやってるんで、うん、絶対そうなれるように絵を描いてる、うん、技術僕たちは勉強して絵を描いてるんで、うん、だから本当にみんなにやってほしい、うん、体験してほしいんですよ、うん、お客さんっつって、うん、どうぞよかったやってってね、浅草で一番面白いとこだよ、うん、言いながら、はい、お客さんの方に来ていただいて、うん、一人でも多くの人を爆笑させて。なるほど、はい、スーさんは普段どこのお店にいることが多いですか？普段は雷門から本当に徒歩10秒ぐらいの、うん、雷門店っていうお店の方にいることが多いです。あそこ大爆笑似顔絵総本店ですからね。そうですね、うん、2012年オープンでちょうど10年経ちますけどね。そうだよね、はい、なるほど。じゃあスーさんに書いてもらいたい人は雷門店に来ていただければ、ぜひ、はい、お待ちしておりますので、はい、たくさん来てください。待ってます。以上、須田圭司45歳の誕生日でした。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。